私は、えー、とバンダイナムコゲームスで、えー、ドラゴンボールのゲームのプロデューサーをしております。えー、今回のゼノバースのプロデューサーも務めてます、平野と申します。<music> えと今回のです、ね、ドラゴンボールのゲームはです、ねえー、今までのドラゴンボールのゲームとお一つ切り口を変えて新しい、えー、チャレンジをしたいと思っています、えー。今回のコンセプトはです、ねえー、今までにない新しいドラゴンボール体験というのを今回のコンセプトに、えー、しています。 えー、例えばあの今までのドラゴンボールのゲームはですね、えーまあ、いわゆるドラゴンボールのキャラクターを使って、えー、遊ぶというのがあ今までのドラゴンボールのゲームかなというふうに思ってます、えー、今回は、えー、それだけじゃなくてドラゴンボールの世界そのものをあ遊ぶというのが今回のゲームのコセンセプトになってますもちろんあのキャラクターが使えないわけじゃなくて、えー、もちろんあのおなじみのキャラクターたちも使えますがあ単なる対戦格闘だけじゃないゲームにしたいというふうに思ってます すべ、えっと、てを正直、まだ全然情報としてもあのできてないというか、まだ出して,出していないものになるので、すべてを語ることはできないですけどもあ、現時点でも2つ言えることとしては、まず、えー、今までにない、えー、新しい世界観、新しいストーリーっていうのをこのゲームの中には集め込んでいますと。あのこれはあのもちろんあの今までの さっきも言ったその多くのファンの人たちを裏切ることがなく、えー、でも新しい驚きと新しいなんかあ楽しみっていうのを感じてもらえるものにできればなという持うってる、えー、ものです。一つ目から。はい、<music> えっとまああのもちろん新しい PS4 Xbox One っていうハードにまあ対応させてもらうということによって、やはりあのドラゴンボールというもののまあ表現。 えー、もちろんキャラクターもそうですし、背景もそうですし、バトルもそうですけども、えー、表体験、すべてにおいてだと思うんですけども、その表現っていう意味では、やはり一つ、その上、えー、みんなが今までやってきたものの一つ上のものが見せられるとっていうところは、やはりあるのかなというふうに思っています。そういったものがやっぱりあの積み重なっていくとあの、やはりドラゴンボールの,あの、まあ、新しい体験あの、今までできなかったことができるとか、あ今までしたかった方にやれてなかったこととかっていうのができてくるというふうに思っているので、あのそういう意味では近づいてきているのかなというふうに思います。 えとそうですねあのやっぱり「ドラゴンボール」っていうキャラクターはあの非常に多くのファンを抱えていますし、えー、みんなその熱狂的なファンが非常に多いコンテンツだと思ってますそういう意味ではあのすごくあのこのゲームを作っていくっていうことに関してもすごく責任というかあの自分たちが求められているものっていうのをすごくあの感じながら作っていく必要がありますし、えー、その中であのやっぱり自分たちがやっぱりゲームならではゲームでしかできないところっていうのをちゃんと考えながら 作っていくっていうのはやっぱり必要なのかなというふうには思っています。ああなるほど。すべての人が考えてあオッケーですオッケーですい。えっとそういう意味ではあの質問に答えるとするとあのやっぱり他のドラゴンドラゴンの時もかなりあの本当毎年のようにドラゴンのゲームで出ていて、えー、いろんなアプローチでゲームをあのまあ僕らの方も出させてもらってますとで。その中でやっぱこのゲームっていうのはその あのまあ、コンセプトもそうですしゲームの切り口っていう意味でも、えー、他のソフトには、まあ、変えられない、えーまあ、このゲームでしかあできてないげあの実現できてない要素っていうのが、まあ、非常に多く、えー、含まれていますし、えー、みんなが買わなきゃこの体験はできないというところはやっぱりあるのでそういった意味ではあさっき言ったみんなが買わなきゃいけないっていう理由になるのかなというふうに思いますああ、はい Again, Dragon Ball Xenoverse coming to PlayStation 4 and Xbox One.